皆さんこんにちは。西本京子のうつほ物語講座第106回目です。今日は吹き上げの上巻の最後の巻として、熊野が皇室の故地、ゆかりの地であるということについてお話ししたいと思います。資料はいつものように説明欄からダウンロードできますので、どうぞご利用ください。またこの講座で使用している本文は小学館新編日本古典文学全集うつほ物語に依拠しております。では、皇室の故地である熊野についてお話したいと思います。うつほ物語が、吹き上げの上巻下巻において、舞台として熊野を選んでいるわけなんですけれども、この熊野の地というのは熊野信仰の霊場であるという、そういったこれまでお話した特徴の他に、また、皇室の故地であるという特徴もあります。この皇室の故地であると、ゆかりの地であるということが、うつほ物語が、この、紀伊半島を舞台に選んだ理由の大きな、一つだったのではないかというふうに考えられます。古事記、日本書紀といった、日本の、国史ですね。この国史には初代天皇である神武天皇の東征伝承が語られているんですけれども、その他にも熊野に関わる皇祖神、皇室の祖先である神々の伝承がいくつも古事記、日本書紀に収められています。例えばイザナミの御事、これはイザナギの御事と一緒に夫婦として日本列島を生んだという、国生み神話を持つ神様ですね。この神様が、女神様なんですけれども、最後に火の神様を生んだことで焼け死んでしまいます。で、この焼け死んだ後にイザナミの御事が葬られた場所が熊野にある花の岩屋神社だという伝承があるんですね。また熊野にはこの他にも天照大神の弟であるスサノオの御事、これは前回お話しした根の国の支配者だった神様ですね。このスサノオを祀っているスサ神社というのもありますし、またこのスサノオの息子であると言われている磯武の御事を祀っている板木曽神社なども置かれています。この板木曽神社は他の2つの神社とともに紀の国の一宮とされている重要な神社として前回お話しいたしました。はい、それでは熊野にまつわるいろいろな皇室の祖先である神々の伝承についてご説明していきたいと思いますが、まずは最初に最も重要な神武天皇の東征神話についてお話ししておきたいと思います。熊野は神武天皇、これは人として最初の天皇になる人ですね。初代の天皇です。この神武天皇が即位するまでの建国神話と呼ばれる神話の中で重要な意味を持っている土地、それが熊野ということになります。神話の上ではまず天孫、つまり天照大神の子孫ということなんですけれども、この天孫であるニニギの御事は天上世界である高間ヶ原から九州南東部の高千穂という、ここは人間世界ですよね、ここに降り立って、そのまま居つくことになります。
そしてその3代後に彦穂穂出美の命、これが後に神武天皇と呼ばれる人なんですけれども、でもこの彦穂穂出美の命が誕生しまして、この人が大和の方へと九州から統制を行って、ついに大和に入って初代天皇に即位するという、これが建国神話なんですね。で、この神武統制の神話は古事記日本書紀という日本の一番最初の歴史書両方に書集されているんですけれども、今日のお話では特に日本書紀の第3巻に収められている神武天皇の項目をもとに、この神武統制神話を見ていきたいと思います。でこのスライド上に神武天皇の略形図を挙げておきましたけれども、まずここに、このイザナギの御事から生まれた、三騎士、三人の尊い子供と言われる、アマテラス大御神と、スサノオの御事と、ツクヨミの御事ですね。この3人のうちの一番お姉さんにして高間ヶ原を統治しているアマテラス大御神、この神様からまず雨のおしほの耳の御事という人が生まれるんですね。そしてその子供がこの高千穂に降り立ったニニギの御事ということになります。でこのニニギの御事というのは大山積みの御事という山の神様の娘である、この花の咲くや姫という大変美しい女神様と結婚して、そして海幸山幸と呼ばれるような子供たちが生まれてくるわけです。でこの海幸山幸を主人公とする海幸山幸神話と言われるものも有名ですけれども、このうちの山幸彦と呼ばれる人が、今度は海の神様の豊玉姫と言われる人と結婚するんですね。そこで宇賀谷吹合図の命という子供が生まれます。でつまりまず天照大神の子孫のニニギの命が降り立って、まず国の神様、人間世界の神様である山の神様と結婚して、でその子孫が今度は海の神様と結婚するという順序で、それぞれ山の神、海の神の力というのを取り込んでいくわけですよね。そして宇賀谷吹合図の命も海の神様の娘と結婚して、そこで生まれたのが神武天皇と、それから3人のお兄さんたちということになってくるわけです。はい、では続きをお話ししましょう。神武天皇がなぜ統制を思い立ったかということなんですけれども、九州を拠点としていた彦穂穂出美、つまり神武天皇ですね、この人は塩土の叔父と呼ばれる、長老ですね。字面から考えて長老と思われます。この知恵者である長老から東の方に四方を緑の豊かな山に囲まれた美しい国があって、その中に天の岩船に乗って天上界から下ってきた人がいて、統治しているというような話を聞いたわけです。で、天上世界から降り立った神が支配しているような国であるということは、そこが天下の中心であろうと。ならば自分が統治するのにふさわしい場所だというふうに考えて、彦穂穂出美は東の方に、統制を決意するということになったわけです。でそこで神武一
校は神武だけではなくて、3人のお兄さんや、軍隊を従えて、九州から瀬戸内海を経て、3年かけて、なにわに至るわけですね。で、なにわから大和が、川をね、使って、水路を使って、登っていくと近いぞということで、まずはここから大和に進攻しようと考えます。ですが、ここには大和の豪族である長曽根彦という、大変強い、人がいたわけなんですね。で、この長曽根彦の迎撃を受けて神武一行は大負けしてしまいます。そればかりではなく、神武と共に遠征に参加していた3人のお兄さんのうち、一番上のお兄さんである五瀬の尊という人が、重傷を負った果てに、亡くなってしまうわけなんです。で、この五瀬の尊は皆さんのプリントの中の方に書かれていますように、式内社である、釜山神社というところが、この五瀬の尊のお墓であると、ここに五瀬の尊は、葬られているということになっています。で、これは、この釜山神社というのは、和歌山市内に、ある神社なわけですね。はい。で、この兄の死という大きな痛手を負ってしまった神武は、なにわから上陸していくというルートを諦めて、紀伊半島を迂回して熊野から大和に入ろうというように方向転換をします。ここで熊野が登場してくるわけですね。で、以降、熊野から大和に入ろうとした神武一行は、でも、さらに苦しい戦いを強いられることになっていくわけなんですね。で、熊野で、まず神武が上陸したのは三輪の村と呼ばれる場所です。で、そこで天の岩立てという、ところに登った後に、海に戻って少しずつ海路を前進していきます。ところが、熊野の沖、紀伊半島の南端の沖の方ですね、南の沖の方です。そこを、船で航行していた時に、ここは、非常に荒れやすい海ですので、海が荒れてしまって、残った2人のお兄さんのうち1人は海に身を投げて、もう1人は、常世の国へと行ってしまうということになります。で、この2人のお兄さんも、それぞれ、やはり中に書いてありますけれども、神社に、葬られていると、祀られているということになります。ちなみに、常世の国へ行ってしまったのは、三毛入野の尊というお兄さんの方ですね。そして、最初に、上陸して、海路を取る前に登ったという天の岩立てという場所ですけれども、これは神倉神社と呼ばれる神社の御神体である、巨岩、ごとびき岩だろうというように言われています。で、このごとびき岩というのは、熊野の、神様が、熊野三山として祀られる前に、最初に、降臨した、岩だというふうに言われているんですね。で、この、神倉神社というのは、500数十段の、古くから作られた、自然石で、作られた石段。自然石なので、ゴツゴツしていて、階段とはいえとっても登りづらいんですけれども、そこを500数十段も登った後に、ご神体のこのごとびき岩と、それを祀っている、お社が、現れるということになるわけです。で、この非常に危険な階段を、夜に松明を持った男たちが、一挙に
大勢駆け下りていくおとう祭りというお祭りが2月に行われるんですけれども、今コロナでなかなかできないようですけれどもね、でも、このおとう祭りが勇壮だということで、大変、有名なお祭りなんですね。でも、非常に、登り降りしにくい、石段を、夜に大名を持っているとはいえ一気に大勢が駆け降りていくので非常に危険なお祭りということにもなっています。ですから神武天皇は熊野の神様が、降臨したと言われる岩に、まず登りましたよと、それから回路を進行したんですよと、いうように書かれていることになります。はい、こちらが五飛木岩と、それからおとう祭りですね。この五飛木岩まで行くこの下の方にずっと階段があるんですけれども、これが非常に登りにくい階段なわけです。で、この五飛木岩に、神様が降臨しましたよということになるわけですね。でこう写真の撮り方によってはこんな風に火の川が流れ落ちていくような感じにおとう祭りっていうのは見えたりするわけですね。はい、続けましょう。で、一旦海に出て2人のお兄さんも亡くなってしまって、兄弟が、みんないなくなってしまった。そうした後に再び熊野に上陸した時には、今度は神武一行は全員が熊野の神様の毒気に当てられて、意識を失ってしまいます。命の危険にさらされるまでになってしまったわけですね。でもその時に天照大御神から無国を受けた、夢のお告げを受けたという熊野の豪族である、土着豪族である高倉寺という人物が現れます。で彼によれば、自分は次のような夢を見たので駆けつけたんだというふうに話すわけですね。で夢では天照大御神が夢に出てきて、竹三日月の神という神様に命令をしている場面が、見えたわけですね。でどんなふうに命令しているかというと、足原の中津国がひどく乱れて騒然としている、だからお前が再び赴いて征討してきなさいというふうに言うんですね。この再びというところがちょっと注意したいところで、実はこの竹三日月の神というのは、今ですね、鹿島神宮として、祀られている、神様なんですね。で鹿島神宮というのは日立の国の、一宮の、神様です。で武人なわけですね。武人だから、サッカーの、チームが、いつも、優勝祈願に行ったりしている、そういった神様なんですけれども、この神様は実は、もうちょっと前ですね、これよりも前に足原の中津国が、乱れた時、大国主の命が、まだ支配していた時なんですけれども、この時に、天孫と呼ばれる、やはり、天照の、子孫である神様と一緒に、地上である足原の中津国に降り立って、そして、大国主の命から天孫に国が譲られたという国譲り神話で一度活躍している神様なわけです。だからまた乱れているようだからお前再び行ってきてくださいというように言われたわけですね。でもこの天照の言葉に対して竹三日月は、いや私の代わりに以前あの国を平定した時に使った剣を下せば、それだけで平らぐんじゃないでしょうかと言って、そして、ふと高倉寺の方に向かって、ですから夢の中で高倉寺はそのそばで、神々の話を聞いていたということになっているわけですね。
で、お前の蔵の中に仏の御霊という剣を置くよと。この仏の御霊という剣も竹三日月と一緒にかつての天孫降臨の時に活躍した剣なんですね。で、この剣を置くからお前はそれを天孫に献上しなさいという。こちらの天孫は神武を指すわけです。神武は天孫が高千穂に雨の押しほほみの御事という人の子孫が天孫として降臨したそのまた子孫ということになりますので、やはり天孫なわけですね。ですからお前はこの刀をアマテラス大御神の子孫である神武に献上しなさいというふうに告げたことになるわけです。そして目が覚めた高倉寺が妙な夢を見たなと思いながら自分の蔵に行ってみると、本当に見知らぬ剣が置かれてあったんですね。そこであれは本当だった、夢のお告げだったということで、神武に献上しに来たのだというふうに話したわけです。でもう死にそうになっていた神武がこの高倉寺が持ってきた剣を受け取りますと、夢のお告げの通りにたちまち毒気が抜けて神武一行は息を吹き返すということになったわけです。はい、こちら神武天皇の統制ルートですね。この高千穂から出発して、いろいろと、瀬戸内海を、東に、進んできて、一旦この浪速のあたりで、ここから大和の方に入ろうとしたんですけれども、果たせずにこうぐるーっと紀伊半島を回って、そしてこの辺りから上陸して、熊野の神様の毒気に当てられてしまったと。だけれどもアマテラス大御神がもたらした、普通の御霊という剣によって助かったということになるわけです。ですから神武は天孫としてアマテラス大御神と、かつて、天孫降臨を、助けた神々のご加護を受けて進軍しているということになるわけですね。はい、こうして息を吹き返した、神武一行は、山を通って大和の方へ、進軍していこうとします。ですが、紀伊半島の山々は、大変奥深いですよね。ですので、山中の南路にすっかり行き悩んでしまうわけです。そうして困っておりました時に、今度は神武自身の夢にアマテラス大御神が現れてお告げをします。そのお告げの内容は、道案内としてヤタガラスを使わすから、それに従って進めというふうに言ったわけですね。そうして夢から覚めますと、本当にヤタガラス、これは3本足の特別なカラスなんですけれども、このカラスが空から舞い降りてきたので、神武はこのカラスに導かれて無事に軍隊を進めることができました。こんなふうにアマテラス大御神から剣やヤタガラスが使わされたというような、このようなエピソードは、先ほどちょっと触れましたように、かつて大国主の御事から足原の中津国を譲り受けた時の天孫降臨に出てくるものたちなんですね。ですからある意味でこの神武の統制神話というのは、かつての天孫降臨の再現というか焼き直しの側面があるということになってきます。でこういった、
同じような形で、進軍していく、国を手に入れようとしていくということを語っていくというのは、ある意味で、天孫として神武天皇が、由緒正しい存在で、この後大和の支配者として、初代天皇となるにふさわしい権威と正当性を持っているんだよということを語っているということになりますよね。で、これ以降、天照大神のご加護を得た神武は、途上で、進軍途上で次々と豪族に遭遇していくわけなんですけれども、すべてに打ち勝っていって、ついに大和へと到達します。でこの時大和を支配していたのは逃げ早いの御事という人なんですけれども、この人も天孫なわけなんですね。ですけれども神武が進軍してきたのに相まみえて、ああこの神武も正当な天孫なのであるなということを理解した逃げ早いは、神武が神武の正当性を認めて、戦わずして、これに基準して、大和を譲るということになるわけですね。でここに神武は足掛け6年余りの統制を経て、ついに初代天皇として即位するということになります。これが神武統制神話と言われるもののあらましということになるわけですね。はい。では次には花の岩屋神社について見ていきましょう。これはイザナミの御事のお墓であると言われている神社ですね。でこの神社がある場所は熊野市の有馬町というところです。で神代にまで遡る由緒を持つ神社ということになりますよね。イザナミの御事のお墓とされているのでそういうことになるわけです。でこの神社についての記載があるのは日本書紀の第5の一書と言われる部分で、この一書では国生み神話でいろいろな神様や日本列島やいろいろな神様を生んで最後に火の神様を生んで焼け死んでしまったイザナミの御事を熊野の有馬の村に葬りましたよということが記載されているわけです。でこの黒文字で書かれているのがその日本書紀の一節なわけですね。ある本で言うことにはね、ある伝えではイザナミが火の神を生んだ時に焼かれて亡くなってしまったので紀の国の熊野の有馬村に葬りましたと。で国の人、つまり、その土地の人々が言うことには、この神様の魂を祀るために花の時期には、花をお供えしてお祭りしますと。また鼓や笛や、旗などを立てて、歌舞音曲を、催してお祭りをしますと、いうようなことが書かれているわけですね。で、この花の岩屋というのは、ご神体がやはり神倉神社と同じように巨岩なんですね。で元は神社はなくて巨岩をそのままお祭りしていたようです。ですが明治時代になって、高祖神が、お祭りしてある場所だということで、改めて神社として社殿が建てられました。で年に2回例大祭があるんですが、この時にはイザナミとそれからその時に、亡くなった時に産んだ火の神様のカグツチですね、この二柱の神様に舞を奉納して、それから日本一長いと言われる170メートルもの長さの大綱を、ご神体である、岩の上、45メートルほどの高さから境内の南の端の方の御神木の松に渡すお綱掛け神事というものが行われるんだそうです。で、この
綱は、花の時期には、花を、使ってお祭りすると書かれている日本書紀の記述の通りに、花の時期にはお花で飾られるということになっているんだそうです。はい、こちらが花の岩屋神社と言われるものですね、言われる場所ですね。こちらが御神体の、この岩で、45メートルほどの高さからこのように、綱が、渡されているわけですね。そしてこの綱はですね、ちょっと写真で分かりにくいですけど、こんな風に、持てるように、この綱が渡されている綱はこんな感じで、境内の御神木につながっているんですけれども、この綱と、つながる、大きな、太い綱が、ありまして、これを、人々お参りした人々が引くことができるということにどうやらなっているようですね。はい、では次に須佐神社を見ていきましょう。初代天皇の神武統制の舞台だというだけではなくて、熊野は出雲の神々ともなぜかゆかりが深いんですね。これについては詳しくお話しするととても難しくなってというか煩雑になってしまうので、省いておきたいと思いますけれども、スサノオとか、それからオオナムジというのは出雲神話の神様であって、大和の神様とは別系統なんですね。だけれども熊野はなぜかいろいろと出雲とゆかりがあって、熊野にも出雲関係の神社、須佐神社などがありますし、それから出雲には熊野神社があるというような形になっているという興味深い点が多々あるわけです。で、宇津穂物語の中では、前回もお話ししましたが、源鈴氏が金の師である多治井の家行という人から受け継いだ金として、須佐の琴というのが登場して、嵯峨の院に献上されます。で、この須佐の琴という名前がなぜついているのかといいますと、熊野には古くから須佐の王を祭神としている須佐神社があるわけなんですね。この須佐神社については平安時代の延喜式の神明帳に有田の氷に須佐神社がありますよと見えて、紀の国の有田郡に須佐神社があったんだなということがわかります。で、今の和歌山県の有田市のところにあるとされているんですね。で、この辺りは古代には和名抄という文献によりますと、須佐神社があったことからなんでしょう。須佐郷というように古くから呼ばれておりまして、この須佐神社は奈良時代にはすでに祀られていたんだろうというように、この地名から推察されるわけです。なお、同じこの和名抄という文献によりますと、須佐神社にお仕えする、神戸という、民ですね、神様にお仕えする、家々と民ということなんですけれども、この須佐神戸という、集団が、名草郡に設定されているんだそうです。で、これは現在の和歌山市の東南部に、あたる口須佐、奥須佐と呼ばれる場所だったと思われます。で、この吹上宮というのは、この須佐神戸が置かれた名草郡に隣接するより海辺の部分の天郡の海浜に建てられたというふうに考えられるんですね。そうすると、この鈴氏が住んでいた吹上宮と、それから須佐神社にお仕えする須佐神戸が住む土地というのは、隣接する非常に近い関係だったということが分かって、かなり興味深いわけです。で、この鈴氏の須佐のことは、須佐の王所有だった大和事である雨の布事を意識した名前であると
ということは前回お話ししましたけれども、それとともに熊野、特に吹き上げがあるあたりですね、この熊野のスサノオとの縁の深さゆえに付けられた名前だったというふうにも考えられるわけなんです。はい。で、この郡の位置関係ですけれども、このスサカンベがあったのはこの名草郡ですね。で、吹上の浜があったのはさらに、海辺の雨郡ということになって、それぞれ、まあ、室と比べると、非常に、狭い、地域ですので、結構すぐの場所なんですよね。ですから、まあ、スサ神社の、ゆかりの地と、その吹上宮というのは関係してくるのだろうなということが推察されるわけです。はい。また須佐神社の場所なんですけれども、この有田に祀られていたという縁起式に記載されている須佐神社はこちらの方ですね。この有田市がここですので、まあ、須佐神社ここです。だけれども、この、まあ紀の川、紀の川ここですね。紀の川の河口のこの辺に、吹上がある雨郡だったとして、この、神戸、須佐神戸が置かれた、名草郡のあたりに、今須佐神社がもう一つあるわけです。ですから、まあやはり、相当、須佐の、御祭神の須佐のが意識された地域であるということが言えるだろうと思われるわけなんですね。それからさらに見てみますと、これが有田の須佐神社、縁起式の須佐神社ですね。それからこちらが、まあ、須佐の神戸が置かれていた須佐神社で、吹上の浜の隣接地と。で、それだけではなくて、まあ、ここにもあるんですけれども、ここですね、これ、田んぼの田という字がちっちゃく見えるかと思いますが、田辺です。田辺。よいしょ、汚いですね。ペンがあればいいんですけれども。田辺。これは、室にあたる地域で、ここから、熊野本宮の方に入っていく、中辺地と呼ばれる熊野古道の入り口になるわけなんですね。ここにもやっぱり須佐神社があるんですね。こんな風に、まあ、熊野山系の、まあ、ルートの、この紀伊半島の、西側ですね、西側を通って中辺地の入り口に達するまでの、紀伊路の、道々に須佐神社が置かれているなということがわかるわけですね。はい。それでは、最後に、まあ、皇室の、神々にまつわる場所として、板木曽神社を見ておきましょう。板木曽神社は、紀の国の、一宮が3つあるうちの、1つでしたね。で、板木曽神社は、スサノオの息子である磯武の御事という神様を祀っている神社です。で、板木曽の板木というのは磯武というのと同じ意味なんだそうです。で、日本書紀には磯武が降臨するときにたくさんの植物の種子を携えて、それを全国に撒いて日本中に繁茂させたんだと。そして最終的には紀の国に、まあ、お静まりになったということで、紀の国に戒ます大神これなりというように日本書紀に書かれているわけです。これ植物の神様が鎮座する場所として紀の国、樹木の国であるとされている山深いこの紀伊半島はふさわしかったということになりますね。また同じく日本書紀の一書の第五には磯武だけではなくて、その2人の妹、つまり須佐の王の娘たちですね、この神々もたくさんの木の種をまいた
ので、この三柱の神様を紀の国にお渡ししたよというようなことも書かれているわけです。全部植物の、ゆかりの神様で、紀の国にお静まりになっているというふうにされているわけですね。でこんなふうに、紀の国には、出雲神話の神様であるスサノオの神社があるだけではなくて、その子供たちも祀られているということになるわけです。ですから、一体なぜこのようなことが起こっているのかはよくわからないんですけれども、出雲の神々や、その子供の神々が、このなぜ紀の国に祀られているのかはよくわからないんですけれども、とにかく、もうかなり古くから、出雲の神様であるスサノオとその、子供の神様たちが、この地に祀られているんだということがあって、それを取り込んで、珠洲市のことの名前が付けられているんだろうというように考えられてくるわけですね。はい。では、板木曽神社の、位置なんですけれども、こちら、今ご覧いただいているスライドは、須佐神戸が置かれていた、ところに、できている、須佐神社の、地図ですね。で、この須佐神社の赤い丸に隠れてしまっているんですけれども、ここに板木曽と小さく書かれているの、お分かりいただけますでしょうか。ここに板木曽神社があるわけですね。ですのでこのお父さんのスサノオが祀られているスサ神社と息子の磯武が祀られている板木曽神社というのはとっても近いということになります。そして板木曽神社の方はこの紀の国の一宮の一つということになるわけですね。はい、ではまとめに入っていきましょう。以上に、見ましたように、紀伊半島には高祖神に関わる様々な伝承が伝えられています。宇津穂物語は、熊野世界の縮図である四方式の吹上宮、これは仏教的な世界を、世界観を反映しているんですけどね。これを描き出して、そしてこの吹上宮に住む源珠洲氏の金に、須佐の琴という名前を与えました。この名前は、熊野が古くから須佐の王という皇室神話の神と深く関わっていることを暗示するものと考えられるでしょう。ひいては、熊野が抱えている他の高祖神にまつわる伝承、イザナミの墓所であるという花の岩戸神社の伝えとか、それから特に神武統制伝承とか、こういった伝承への意識が促されるということになります。その結果、熊野はそうだ、皇室ゆかりの場所だったんだというように把握されることになってくるわけです。で吹上の下巻では、皇室の家長である、一番年長の、存在である嵯峨の院が、吹上に行幸というか御行します。で、この、嵯峨の院が御行したのは、単に物見湯山の紀伊半島というわけではありません。この熊野信仰の霊地である。また多くの神々の神話を持つ皇室ゆかりの地である、そういった場所がこの熊野なんだよというように吹上の上巻で語られていて、それを踏まえて吹上の下巻でそういった場所に嵯峨の院が御行してくるというように準備されていたわけです。はい。で、こちらもまとめということになりますけれども、宇津穂物語における熊野ですね。この宇津穂物語の他に、熊野を舞台とした場点を
場面を描いている平安物語作品というのはありません。そのような特殊な京都の外の場所というのを選んだ宇津穂物語の意識は非常に独特なんですけれども、こうした宇津穂の意識を考えるにあたって注目したいのは新鮮園での中忠との共演、これは吹上の下巻に書かれる場面ですけれども、この金の共演において鈴氏が引いた伊弥行伝来の金が須佐のこととされている、それに注目してきたわけですね。でこの名前は言うまでもなく須佐の王に由来するもので、先に触れましたように古くから熊野には須佐の王を祭神とする須佐神社があって、奈良時代にはすでに祀られていたものと思われます。またこの辺りは古代には須佐郷というようにも呼ばれていました。ですから須佐の王ゆかりの地というのが有名だったわけですね。でさらに和名称によると須佐神社の神戸が名草郡に置かれていて、鈴氏が住んでいる吹上宮はここと隣接していたと。こうしたことから考えて須佐のことという鈴氏のことの名前が須佐の王を祀っている須佐神社から来ていることはまず間違いないんだろうなと思われます。そして弦楽器に須佐の王の名前を与えるという発想の根源には前回お話した須佐の王のネガリア、つまりスサノオの王権を象徴する宝物だった雨のぬごとの、存在があったに違いないと思います。で、吹上の下巻に至ると、そうした危機神話のレガリアと、重ねられている、金、まあ、レガリアの方は大和ごとなわけですけれども、鈴氏が持っているのは大和ごとではなくて金なわけです。だけれども金ではあるけれども日本の危機神話のことの、まあ、面影が重ねられている。そういった金が新鮮園で、まあ、中忠の南譜とともに弾かれて演奏されて天人の降臨を招いて、そして結果としては 天皇家の現在の家長である嵯峨の院の手に渡るという、こういった流れになっていくわけです。この鈴氏が伊弥行から受け継いだ金を嵯峨の院に献上する場面はこんな風に書かれていますね。黒い文字の部分ですが、鈴氏伊弥行が金、南府に劣らぬあり。この須佐のことを院の帝に参らすということで、一旦自分の父である嵯峨の院に手渡しているわけですね。でこの院の帝って書かれているところにも注目したいと思います。詳しくは後に吹上の下巻の時にお話ししますが、院とだけ言わないんですね。これ院の帝とか、あるいは院であるにもかかわらず嵯峨の院を帝と呼ぶという、そういったことが吹上の下巻では起こっているということにも注目されます。でこの嵯峨の院が一旦鈴氏から須佐のことを渡されて、そしてここで帝って書かれてますよね。これは院の帝とイコールで嵯峨の院のことです。で嵯峨の院がそれを南府と同じ、まあ、調子に調律して鈴氏に与えて一緒に引けとお命じになったということになるわけですね。でまあ、こうした、ことで、ことが、まあ、吹上の下巻には書かれているわけです。で、そのこうしたスサノオとの関係以外にも、イザナミの御事が葬られた花の岩戸とか、それから神武天皇の東征神話とか、熊野は神話とのゆかりの深い土地でした。吹上の、上下巻で描かれている熊野という場所は、
熊野参詣、熊野信仰というような平面的な広がり、この木地を通るとか伊勢地を通るとか、そういった平面的な広がりだけではなくて、歴史的な関わりとしては、皇室の祖先の神々の神話を持っているという、歴史的に重層的な信仰を持っている、そういった歴史的な重なりとしても存在している霊地としての熊野だということになってきます。したがって宇津穂物語吹き上げ上下の巻巻は単に新しい素晴らしい求婚者である源鈴氏の登場を語る巻なんだというだけではなくて、これまではそういった捉え方が主流だったんですけれども、そういう側面だけではなくて、このような熊野という非常に特殊な土地を基盤としてこそ初めて描くことができるような特異な主題を抱えている物語なのではないかというように考えられてくるわけです。ですがこの点については新鮮園での南府と須佐のことの共演なども交えて改めてお話ししたいと思いますので、吹き上げの上巻についてはこのぐらいで一応打ち切っておきたいと思います。はい、それでは、大変長くなりましたが、最後に、付け加えで、前回もお知らせした、講座の宣伝ですね。明治大学のリバティアカデミーで秋季講座の募集が始まっております。で、この明治大学リバティアカデミーのホームページに、飛びますと、これ概要欄から飛ぶことができるんですが、講座障害のページからそれぞれの講座の紹介動画をご覧いただけますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。で、オンライン講座ですので、当日ご受講が無理という場合にでも見逃し配信で講義と同じ動画をご覧いただくことができますので、どうぞご利用ください。で、2つの講座といいますのは、1つは単発講座で、この鈴氏と中忠が金の共演をする吹き上げ下巻の新鮮園という場所、これも物語で初めてというか、物語でほぼ宇津穂物語にだけ重要場面として登場する離宮なんですね。ここがどのような場所なのかということも、この金が共演されて天人が降臨してくるという場面を読み解くには重要な事柄なんですけれども、予習的に知識を入れておいていただくには大変良い講座かと思われますので、ぜひご受講いただけましたらと思います。また来年年が明けてから前5回の講座としては紫式部日記を読むという、こちらは初めて紫式部日記を読んでみようかなと思う方が気楽にご受講いただける講座ですので、こちらもどうぞよろしかったらお願い申し上げたく思います。はい、以上今回をもちまして吹き上げの上巻が終わりとなります。今回もご覧いただきありがとうございました。次回からは、吹き上げの上巻と下巻の間に祭りの使いの巻が挟まっておりますので、吹き上げのお話はちょっと中断ということになりまして、祭りの使いの巻を読んでいくことになります。しばらくちょっと講義形式になっていて本文を読むことから遠ざかっていたんですけれども、祭りの使いの巻では再び
本文の講読中心で進めていきたいと思います。それではまた。